コリン・ウィルソンは、イギリスの小説家、評論家。1931年6月26日、イングランドのレスターに生まれる。父親は、加工場で働く労務者であり、典型的な労働者階級の出で,であった。経済的事情から16歳でやむなく、学校を去り、様々な仕事に就きながら空いた時間に執筆を続ける。1956年24歳の時、 様々な文学人、文化人について、実存主義的な危機という観点から論じた評論、アウトサイダーを発表。これが大きな反響を呼び、作家としての地位を確立。これは、当時取り組んでいた小説、暗黒の祭りの執筆を中断して一気に書き上げたものである。この期間中、ウィルソンは定職に着かず、昼間は大英博物館で執筆。 夜は野宿という生活を送っていた。その後は、その博覧狂気な才能によって、殺人、オカルト、心理学などを独自の思想から論じてきており、自身ではこれを真実存主義と呼んでいる。この他、SF 小説や警察小説なども執筆している。2012年の6月、脳卒中により、会話の能力を喪失した。翌2013年の12月に死去。 アウトサイダー出版と同時期にデビューした社会秩序に反抗的な若手作家たちのことを、ジョン・オズボーンの戯曲、怒りを込めて振り返れにちなんで、タイムズ紙が怒れる若者たちと呼んだ。怒りを込めて振り返れ、キングズリー・エイミスのラッキー・ジム、ジョン・ B ・ウェインの急いで降りろ、アラン・シリトーの土曜の夜と日曜の朝などに代表される。 この頃刊行された書籍にトム・マシュラー、エド、デクラレーション、トム・マシュラー編、若き世代の発言、小池慶、橋口実のる役、なぐも堂、1959がある。アウトサイダーに始まる初期のコリン・ウィルソンの、実存主義思想のシリーズ。サルトル、バルビュス、カミュ、ドストエフスキー、ニーチェ、ジョージ・フォックス、グルジェフなど、様々な思想家や、小説家に根ざしている。 実存的危機を読み解き、そこから抜け出す道を模索している。シリーズでは、宗教思想、歴史学、社会学、文学、セックス、哲学など様々な分野の知識を駆使して、問題を追求している。アブラハム・マズローの心理学の影響から、健康人の心理学を発展させ、独自の楽観主義を展開した。セントにオット・マージン、ロボットといった概念を与えている。 意識と無意識との関係性を再構築する必要があると考えている。楽観主義という立場からサルトルの思想に含まれる悲観主義的側面を強く批判している。殺人百科では切り裂きジャックやペーター・キュルテンなど古典的な殺人事件を扱っている。彼の殺人の哲学は小田ムや福島省など日本の心理学者や評論家にも大きな影響を与えている。 パリの女学生を殺害した佐川和正との対談もある。1971年にコリン・ウィルソンは出版社の依頼でオカルトを発表した。オカルトブームの発端の一人である。この時期のウィルソンは宗教や心理学には強い関心を抱いていたが、オカルティズムに対しては懐疑的だった。ウィルソンはラスプーチンとグルジェフを オカルティズムを超えて評価できる思想家であると考えている。ウィリアム・ジェームズの超常現象に対する考察、それを信じたい人には信じるに足る材料を与えてくれるけれど、疑う人にまで信じるに足る証拠はない。超常現象の解明というのは本質的にそういう限界を持っているに対し、コリン・ウィルソンはこれをウィリアム・ジェームズの法則と名付けた。 ジェラードソーム三部作では同時期に執筆された評論と密接に関連したテーマを扱っている。ガラスの檻は、ウィリアム・ブレイク愛好者をめぐる連続殺人事件。SF では、精神規制隊、賢者の石、スペース・ヴァンパイアなど、ラブクラフトのクトゥルフ神話の影響を受けた作品が多い。これは、ファンタジー文学の評論、夢見る力にて、 ラブクラフトに対して批判的な見解を述べたウィルソンに対してラブクラフト作品の編集者、出版社であり自身も作家のオーガスト・ダーレスが自分で幻想的な小説を書いてみたらどうかと勧めたことによる。ウィルソンは精神規制体の前書きにおいてラブクラフトへの評価を一部改める旨を述べている。また、ウィルソンは夢見る力において トールキンの指輪物語を高く評価していた。1980年代後半からは、自身も壮大なファンタジー、スパイダー・ワールドシリーズを執筆している。巨大化した昆虫に支配された未来の地球における、一人の少年の成長物語、冒険物語である。同時に、昆虫の生態についての読み物でもあり、また、ウィルソン独自の、意志の力にまつわる思想も述べられている。 人間の想像力の可能性から、ウィルソンは SF やファンタジーの持つ意義を高く評価する。ジャン・ジャック・ルソーのシン・ウェロイーズやリチャードソンのパミラによってヨーロッパでは想像力の飛躍的な拡大が始まったと主張している。ラブクラフトやデイビッド・リンゼーなどを再評価している。また、ウィルソンはシェイクスピア嫌いを表明していて、評論ではことごとく批判している。 イギリスの劇作家、バーナード賞を、シェリーやワーグナーに引けを取らぬロマン主義者であり、ゲーテ以来のいかなるヨーロッパ作家よりも、高度の客観性を備えていた、と高く評価し、還元論文も出版した。1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代雑誌特集など、 英作家コリン・ウィルソンさん死去、アウトサイダー朝日新聞2013年12月11日、ザ・クワイタス・アンソニー・レイノルズ・ディスクセス、コリン・ウィルソン。2013年4月13日閲覧。スワベ・ヒトシ、アウトサイダーは、未来をはらんでいるか、コリン・ウィルソン除雪、茨城大学分理学部企業人文科学、ナンバーワン・1966。 ピアニッシモ、111から127、コリン・ウィルソン、コリン・ウィルソンの、来世体験、ミカサ処方、1991年、225ページ。ISBN4 から837954723。ありがとうございます。